南関東直下地震。南関東直下地震は、関東地方の南部、神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県南部で、歴史的に繰り返し発生するマグニチュード7級の巨大地震を指す総称。首都圏の中心地域であることから、首都直下地震、東京に焦点を絞った場合、東京直下地震、東京大震災などとも言う。 日本で想定される都市直下型地震の一つ。東海地震や立川断層帯地震のように特定の固有地震を指すものではなく、南関東の直下を震源とする被害地震クラスの数種類の大地震をまとめて指す呼び方である。このように総称を用いている理由として、南関東の地下構造が複雑なため過去の被害地震の発生様式が特定されていない点、また、 防災の観点から、複数の直下地震をまとめて読んだ方が分かりやすい、などが挙げられる。厳密には、より規模、被害が大きい相模トラフで起こる海溝型地震、1703年や1923年の相模トラフ巨大地震を含まない。相模湾においては、フィリピン海プレートが、陸のプレート、北アメリカプレートの下に沈み込んでいて、相模湾西部から、 暴走半島南方3 0キロメートルを通り、三宅島東方2 0 0キロメートル付近までは、海底の谷上地形続く、プレート境界、相模トラフを形成している。この相模トラフの北側の幅8 0キロメートルの1 5 0キロメートルの領域を震源域として、1703年12月31日、元禄16年11月23日の元禄地震、 M8.1 から8.5、1923年、大正12年9月1日の関東地震、関東大震災、M7.9 から8.3などのマグニチュード8級の巨大地震が推定200から400年間隔で発生していて、これらを総称して、相模トラフ巨大地震、関東地震ともと呼ぶ。これに対して、相模トラフから前日よりさらに北側をも含めた、 関東地方南部のいずれかの地域を震源域として、一回り規模が小さいマグニチュード7前後の地震が、平均数十年に一度程度の割合発生している。1855年11月11日、安政2年10月2日の安政江戸地震、M6.9、1894年、明治27年6月20日の明治東京地震、M7.0 などが発生していて、 これらを総称して、南関東直下地震と呼ぶ。地震のタイプとしては、内陸近くない地震、直下型地震に限らず、プレート間地震、海溝型地震、スラブ内地震も想定される。詳細は後実。なお、安政エ戸ド地震の震源も断定はされていないが、同様の地域と考えられている。また、震源が海底ではないため、 緊急地震速報発信が S 波到達の直後になってしまう可能性があると予想されている。発生した場合の被害や影響が多大であることから、日本政府や関係自治体が調査報告を行っており、中央防災会議は2003年に我が国の存亡に関わる喫緊の根幹的課題としているほか、間接的被害は全世界に長期間及ぶと考えられている。 2011年の東北地方太平洋沖地震、東日本大震災の地殻変動が関東地方にも及んだことで発生確率が高まったとする研究者が複数おり、2012年には新たに最大震度7を含む想定震度分布が発表された。マグニチュード7級の地震が時折発生するという点では南関東も日本の他の地域も同様である。しかし、 南関東では、以下のような理由により、地震の頻度が高く、また、被害の程度が顕著になると想定されることから、地震学、地質学の研究においても、防災の観点においても注目され、重要視されている。まず、関東地方には、日本の他の地域と同様に、地表近くに活断層が存在すると同時に、地下では、相模トラフ付近だけではなく、 群馬県南部、栃木県南部までプレートの境界が存在し、そこでも地震が発生する。北関東では、震源が深いため、揺れが減衰されるが、南関東では、震源が浅いため強い揺れが起こる。しかも、南関東では地表を覆う大陸プレート、北アメリカプレート、名の下に、南から、海洋プレート、フィリピン海、プレート、PHS が沈み込み、 さらにその下に東から海洋プレート、太平洋プレート、PAC が沈み込んでいる複雑な構造であり、関東付近におけるプレート間の相対運動速度は、な PHS 間が約3センチメートル、年、な PAC 間が約8センチメートル、年、PHSPAC が約5センチメートル、年と、世界的にも比較的早いため、 必然的に地震の確率は高くなる。また、関東平野は、群馬南部、栃木南部、埼玉北部、東部、東京東部、神奈川東部、千葉北部、中部、茨城西部、南部まで広がっており、第4期以降の堆積物に厚く覆われていて、最も深い東京湾近で3000メートル程度揺れが、反射、増幅されやすく、政府発表の 表層地盤の揺れやすさ全国マップ2005年においても南関東の大部分が揺れやすい地域とされている。特に東京湾岸や荒川、利根川流域などは揺れの増幅率、表層地盤増幅率が高い地域に分類されており、都心部でも東側は地盤が弱い、氷山症。南関東直下地震は M8 クラスの相模トラフ巨大地震や東海地震に 比べれば想定される、震災被害の範囲は小さいが、プレート間地震が内陸で起こる直下型であるため震源付近では甚大な被害が生すると考えられる。世界災害の再保険会社であるミュンヘン再保険が2002年に発表した大規模地震が起きた場合の経済的影響度を含めた世界主要都市の自然災害の危険度ランキングでは東京、 横浜が710ポイントと1位で167ポイントで2位のサンフランシスコと大差がつき、首都圏での震災を含めた災害リスクの高さが現れている。また東京は江戸時代より日本の中心として都市機能を集約しており、戦後の高度経済成長によって日本が国際的な位置を確立し始めた時には東京は日本だけでなく、 世界経済の中枢としても重要位置を確立した。現在でも国内主要企業の本社のほとんどが集中する経済の中心地、また国会や中央省庁が集まる政治の中心地上、直下型地震によって経済活動や国家の安全保障に甚大な被害を及ぼす事態も予想されている。また周辺を含めた首都圏にも横浜市、川崎市、相模原市、 千葉市、埼玉市などの大都市があり、全体的に人口密度が高く、京浜工業地帯、京葉工業地域、鹿島臨海工業地帯などの工業地域、横浜港、川崎港、千葉港などの重要港湾機能がある。このように人口や機能の集中する首都圏において大地震が発生し、その機能が麻痺状態に陥った場合のリスクは極めて高いものと、 想定されており、これ方地方への首都機能移転を主張する意見の一、根拠にも用いられている。首都近郊での大地震は近代より注目されている。地震学者、今村昭恒は、1891年の帯地震を受けて設置された震災予防調査会がまとめた地震記録から関東地方の地震の周期性を見出し、50年以内に東京で 大地震が発生するという趣旨の雑誌機構を1905年に行った。これは社会問題化したが、やがて批判へと変わり、地震への継承は一時的なものとなってしまった。その後1921年、1922年と m 7級の地震が発生するなど、南関東で中規模地震が多発する中、1923年に M7.9 の関東地震が発生し甚大な、 被害をもたらした。戦後、川角博氏が発表した南関東大地震69年終節は1978年から2004年の間に南関東で再び大地震が発生するというもので、再び大きく取り上げられたが、これは鎌倉における歴史地震、古地震の記録をもとにしたもので地震の震源域や規模が明確ではなく、 相模トラフ巨大地震の周期性も解明されたことから、後に否定された。その後1980年代より、南関東地震活動季節が唱えられているが、指示、反対の意見に分かれている。学会や民間において、多くの議論が行われる一方で、政府は1992年、平成4年に、南関東地域直下の地震対策に関する対抗を制定し、 さらに2003年、平成15年に、中央防災会議において、首直下地震対策専門調査会を設置し、首都特有の問題を含む対策を検討している。企業においては、震災発生時に本社機能が麻痺しないよう、関東地方以外に本社機能を代替するよう体制改革を追ったり、震災を想定した事業継続計画、 pcp を推進したりしているところがある。自治体では、防災拠点の整備や災害時体制の整備、南関東以外の自治体との広域連携を進めている。また、学校、医療機関、福祉施設、商業施設や、水道、都市ガス、電気、空港、鉄道、バス、道路などの公共性が求められるものにおいては、耐震性を高めダメージを 最小限に抑えるとと,ともに早期復旧を行い震災時、震災以降中長期的にサービスを提供できる体制の構築が求められ推進されている。特に道路については震災時に帰宅困難者による渋滞を防止することで緊急車両や自衛の行動を円滑にするため警察ではすでに首都圏を担任する警視庁、神奈川県警察、千葉県警察、 埼玉県警察の管内において、強力な交通規制を行う用意がある。警視庁では、都内で、震度6弱以上の震災が発生した場合は、直ちに交通規制を実施し、緊急車両のみを走行させることが、途上令で定められている。実際に、警視庁では、都内の主要交差点500カ所以上に、警察官を急行させて、交通規制をする訓練を繰り返しており、 南関東直下地震に対する多くの死を得ているという。防衛省では陸上自衛隊から自衛官約11万人、海上自衛隊から艦艇50隻、航空自衛隊から救難部隊を首都圏に投入する方針である。日本政府の地震調査研究推進本部は南関東における M7 程度の地震として2000年代初頭から評価を行い、 その後数回改定している。過去の発生記録や現在解明されている範囲での南関東地域の地殻構造から2007年、平成19年から2036年の間に M6.7 から7.2の海口型プレート内地震が70%の確率で発生するとの想定が行われている。なお前期の評価想定では 観測精度が信頼できる1885年以降、評価時点であった2004年まで119年間の地震のうち、震源の深さが30から80キロメートルで、かつ、一定規模以上の被害が見られるものを対象としている。1894年、明治東京地震、1895年、1921年、1922年、1987年、 千葉県東方沖地震の5つが該当し、これらの単純平均から発生間隔を23.8年と見積もっている。以下に南関東における M6.5 以上の地震を列記する。地震調査委員会の南関東直下地震発生確率評価に採用されている地震は太字、赤背景で示した。種類における記号は 発生様式の以下の5種類が想定されている。南関東では大陸プレートの下に海洋プレート2枚が別々に沈み込んでいる複雑なテクトニクス構造からなっている。南関東の地下におけるプレートの様子は詳細には解明されてはいない。地震波速度や重力以上1990年代以降の高感度地震計による 微小震源分布などから推定はを行われているものの、プレートの深さ一つをとっても複数の説が主張されている状況であり、近年でも関東フラグメントなどの新説が主張される動きもある。近年の解明の動きとして、2005年7月23日の千葉県北西部地震、震源の深さ 73km、M6.0、最大震度5強は1894年の明治。 東京地震と同じ領域、太平洋プレートとフィリピン海プレートの境界域で発生した可能性が指摘されている。東京大学地震研究所が行った古い地震、軽記録からの復元データ及びスーパーコンピューター、地球シミュレータの再現データによると、明治東京地震は深さ40から5 0キロメートル地点の両プレート境界域千葉県北西部地震より浅く、 西寄りで発生した可能性が推定されるという。なお、上記の地震調査研究推進本部の評価においては、陸のプレート内部で起こる内陸近く内地震は、核断層での評価に含めているため除外されていて、30年間で70%という確率には含まれないので注意を要する。ただし、この想定は過去100年程度においては、 地震系のデータがあるものの全体として例が少なく、過去の地震被害や地質調査を根拠にする部分も大きいため、マグニチュード79という想定も含めて不確実性を指摘する専門家もいる。南関東直下地震が含まれる可能性がある、相模湾の歴史地震及び17世紀以降の南関東の中規模以上の地震の震源や規模、被害、発生様式については、 打つ特事の文献などをもとに地震調査委員会がまとめた表があるので参照のこと。直下型のうち震源が非常に浅い内陸地殻内地震をもたらす活動度が高いとされる活断層を一家に列挙する。川床、固定、海底の断層は調査が難しく、また南関東は関東づくり盆地運動のため厚い。 堆積層が覆っていて深いところまで掘削しなければ、基盤岩に達せず、明瞭な断層面は大深度にあってほとんど調査、されていない。発見されていない断層が地震をもたらす例もあるため、注意が必要である。2011年の東北地方太平洋、沖地震による広域的な地殻変動のため、下記の立川断層帯や三浦半島断層帯など、いくつかの断層は、 地震発生リスク、確率が高まったと発表されている。なお、活断層による地震は、地震調査委員会による30年間で70%という確率には含まれていない。溝上恵みは、南関東直下の地震活動期を3つに分類している。引用箇所、1855年の安政江戸地震では、その1年前に、 南海トラフの巨大地震である安西東海地震及び安西南海地震が発生しており、これらの地震により誘発された可能性が指摘されている。また、それ以前にも日本海溝付近における連動型地震と見られる869年の上岸地震の後に発生から9年ごと間隔が開いているが878年、相模、武蔵地震、伊勢原断層、 あるいは相模トラフの地震と見られるが発生。さらにその9年後の887年には、南海トラフにおける連動型巨大地震と見られる、ニンナ地震も発生している。2011年3月の東北地方太平洋、沖地震以降、首都圏では、誘発地震活動のため地震の発生数が増加した。なお、同地震、本震は前日の上岸地震と同様に、 日本海溝付近における連動型地震である。坂井一、観測開発基盤センター準教授を中心とする、平田自家教授らの研究グループは、地震の頻度の経験則である、グーテンベルクリヒター則と、余震の数の減少についての公式である、改良大森公式の二つを組み合わせた、余震の確率評価手法を用いて、M6.7、M7.2 の地震が首都圏で起こる。 確率を今後30年で98%、4年以内で70%と2011年9月に試算し、同月16日の東京大学地震研究所談話会で発表した。同研究所広報アウトリーチ室が上記の内容が報道された後に解説したページでは、非常に大きな誤差を含んでおり数字そのものにはあまり意味がないと考えてほしいということ。 東北地方太平洋沖地震の誘発地震活動と首都直下地震を含む定常的な地震活動との関連性はよく割っていないので両者を単純に比較することは適切ではないと考えられるとしている。2012年2月上旬の報道によれば再計算の結果4年以内50%以下30年以内83%と算出された。 縁田真治、京都大学防災研究所准教授らが行った2012年1月21日までの計算結果では、首都圏で M7 以上の地震が発生する確率は5年以内に28%、30年以内に64%となった。2013年、平成23年12月に発表された中央防災会議の報告によると、最も大きい場合、死者、 約2万3000人、全回の建物約61万棟、経済被害約95兆円という甚大な被害が出ると想定されている。主な地震の種類別に見ると、次のような想定である。文部科学省、首都直下地震防災、減災特別プロジェクトでは、首都圏地震観測網を構築し、東京大学地震研究所を中心に44億円を、 使い直下地震対策を研究している。首都圏の学校などに300箇所の地震計を置くなどの作業を進めていた。プロジェクトの研究チームが東京湾北部を震源とする地震による揺れが従来を上回る震度7になると予想したことにより、中央防災会議はチームの最終報告に基づき首都直下地震の被害想定を見なすことにした。同チームは年に プレートの深さが従来より1 0トル浅いと推定している。政府による被害想定発表後、メディアはこのニュースを大きく取り上げ、社会的にも話題となった。この背景には、被害想定発表前後に、日本国内外の各地で2004年、平成16年のスマトラ島沖地や新潟県、中越地震、2007年、平成19年の能登半島地震などの、 地震災害が相次いだことがあった。また、被害想定発表後に発生した千葉県北東部地震や千葉県北西部地震では、実際にエレベーターの閉じ込めなどが発生し、再びこの話題が取り上げられた。このほか後の構造計算書偽造問題に関して社会に不安が広がった背景にこの被害想定があるとの見方もある。なお、 この想定は直下地震発生のケースの場合であるため、大正時代の関東大震災のような海溝型地震によって併発されると言われている津波の発生については想定されていない。さらにそれ以外の地域、関東で最も地震が多い北関東や房総半島沖などでの地震も否定できない。その場合には政府の被害想定とは違った被害状況も成り立ちうる。 例えば、小松社狂原作の日本没では、東京湾内を震源とした海溝型地震による津波の発生が想定されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。